紀子様の56歳の誕生日に際し、宮内庁は秋篠宮さまと紀子さまが絵本などをご覧になる映像を公開しました。紀子さまはこの1年後、オンラインの行事や都内での対面の行事に出席することに加えて、地方に出かける機会も少しずつ増え、さまざまな形での活動ができるようになってまいりましたと振り返られました。 次女佳子さまの結婚や将来については気持ちや考えをよく聞きまたこちらの思いや考えを伝えていくことができればと思っていますとつづられましたこの春、筑波大学附属高校に入学した長男の悠仁さまの将来については国内外においてさまざまな分野で学ぶ人々や社会で働く人々とも交流し 広い視野で世界を見ていけるようになってほしいと触れられましたまたニューヨークで暮らしている長女の真子さんについて近況や生活については本人の希望もありお答えは控えますと記されました一方真子、ま、さんのシンボルマークおしるしの木工原を念頭に今は直接会うことが叶いませんが 庭の花の世話をしながら木工原のアーチを作りいつか娘と一緒にゆっくり庭を歩くことができましたらと思っておりますと綴られました。